だきっと2周目用にカットできるようになってるのかな。セーブポイントに自販機ある時点でどう考えてもボス戦なんだろうけど、初めてちゃんとした戦闘っぽいボス戦なんでしょ。エリーゼさん、俺たちここから出たいんです。外に出る鍵が、外に出る扉が鍵がかかっていて帰れなくなっているんです。あなたは鍵を持っているんじゃないですか。エリーゼさん、私はあなたのおかげで風邪を治すことができました。だからお礼がしたいんです。送るものは何もないですが、本当にありがとうございました。だから鍵をください。ありがとうございます。だから鍵ください。なかなかな、なかなかぶっ飛びガールだな。ワンダーガールじゃん。なかなかなワンダーガールだよこの子。だからの下りおかしいでしょ。すごいね。ここから出るための鍵を。いや、風マジ直してくれてありがとう。だからさ、鍵ちょうだい。ここから出るための鍵もさ。さっきからなんで黙ってるんですか。どうしても、どうして何も答えてくれないんですか。体が動かないの。やっぱり抑えることができなかった。何をですか、リコさん。あなたなら知っているでしょうか。マナナンガルの伝説を。それは遠い昔のお話。ある町でとても有名な女性がいたの。その女性は才色兼備だったために誰もが彼女を目標にしていたの。ある年、その女性はある男性と結婚し、子供を産んだの。その子も、女性にでとても可愛らしい顔つきの子だったのよ。でもね、産んで5年後、その子が突如いなくなったの。町の人々は彼女のためにその子を必死で探し回ってくれたね。くれたわ。でも、いくら探しても見つからなかったの。共に暮れた町の人々はその子のために墓を建ててあげたの。でも、それが間違いだったのかもしれない。その事件を境に、町中の子供がどんどん消えていったの。これは彼女のこのたたりだと、そういう噂が広まってきたの。だから子供は夜外出してはいけなくなった。でもそれでも子供は減り続けた。事件から10年後、ついに消えた子供たちの遺体が見つかったわ。全員才色兼備の彼女の家の倉庫。町の人々は彼女を拘束して、太い杭を頭と胸に打ち込んで殺したの。死ぬ間際の彼女は言ってたわ。私は何も知らない。本当に何も知らないの。彼女が亡くなった後、夫は町の人々に言ったわ。妻がやったことは私にも信じられません。しかし家の中で一度悪夢を見ました。妻が子供の顔を鼓舞する魔女、マナナンガルのようだった。つまり、何を伝えたかは分かったわね。私は魔女なのよ。全然、いや、まあそうだろうなと思ったけど、何をおっしゃってるのこの方は。まさかのいきなり子供首欲しい。さっきみたいにやるしかねえのかよ。密流、マナンガルはフィリピンって有名な魔女なんだ。承認されるしない。マナナンガルかー、やってやんよ。
すげえ、ワンダーモード強すぎクソワロ。思い出したわ、確か7段からは闇を好むの。鏡の世界で攻撃が全然当たらないから必死に逃げるしかない。鏡の世界、なるほど。でタイミングを見計らっていって、いやー、クソはめられた。すげえ、それにしない。いやー、でもこれいけそうやな。なんか中盤にあって全然ゲームの流れが変わったんだけど、ホラーゲーだったっけって言わんばかりの。あ、これでカットしろってことね。二周目用じゃねえ、負けた時用だ。まだなんか、やべ、よし、一回ダメージフィールドを避けてから、あ、食らってからじゃないと鏡貼れない。あれ、あ、ワンダーモードじゃないとダメなのかな。え、なんでさっき貼れたんだ。オッケー。あれ、なんでさっき貼れたんだ。なんか入れなかったんだけど。ほ？急に謎でござる。さっきどうやって鏡の世界に入れてたんだろう。あ、間違えてた。まだ罠使っちゃった。やべ、ワンダーがなくなる。よし、ワンダー変え、ぼ、バイト帰りな、お疲れ。あ、そうか、こういう時に全体のダメージフィールドは、でも、ガードできるのはいいけども、いや、めっちゃ食らってんだけど。入れないと倒せないんだが。ワンダーゲージは回復は、ミチュルにしておかないと回復しないので注意。なるほど。なんでさっき鏡入れたのに、鏡入れなくなっちゃったんだろう。鏡の入る条件がわかんないな。あ、また押しちゃったよ。あ、ちょっと待って。回復アイテムどんどん使おう。なんだろうなぁ。あ、下半身に攻撃する説。お、入れた。時間なのか。
あ、なんか、タイマーみたいなの出てんね。時間だ。そうでもないか。どのタイミングかわかんねえな。あれワンダーのやつか。待つしかないのかな。寝る方休み。ここに来て急にハードルがガクッと上がったんだけど。ガクッとじゃなんか下がってるような感じやな。で、さっき、じゃ今まではたまたま連続、1回戦目は運よく超高速で戻れたってこと？マナナンガオ。運が良かったんだ。あのね、バリアの使えるタイミングがね、いまいち分かってない。クマさんの所見、相馬さん、ご電話ありがとう。ご了承キャンよ。あ、間違えちゃっちゃちゃ。間違えちゃちゃちゃよ。間違えちゃちゃちゃよ。間違えちゃちゃちゃよ。これもう、戻った方が早いな。いやーでもよく作られたゲームだよね。一個一個演出がほんとすごいこだわってんな。バリアダメージを食らう1秒前に出すと OK なのね。あ、あ、マジでした。やっちゃった。ダメや、別に押しっぱで長くなるとか言うわけじゃないもんな。タイミングがいまいち分かんねえな。ワンダー弾の超速いな。よし行くか。じゃあ、あ、ほんとだ、 100% 弾まるとジュフヒュイーンっていう SE になるんだね。押し負けた。戦闘になれるじゃない。今まで急に戦闘なかったのに終盤になってこんな激戦が来るとは。あー、めっちゃ間違えた。しかもタイミング。まあでも、ヘルモードはボス戦一撃死ぬ。たまねえな。
オッケー、防いだ今。頑張れ頑張れ、ありがとう。本当にランダムなんだ。オッケー来た。なるほどね、掴んだ。早えよ、マジかよ。ヘルにしたところで、どうせ最初にヘルにしろよって言ったやつら寝てっからな。俺もね、ハードならまだしも、ヘルって書いてあるから、これ本気で鬼畜なんだなと思った。あともうちょい。もう早いよ。クマ丸、クマ丸ありがとう。残りライフ38か。これワンチャンいけそうだな。早い !4 しか削れてねえじゃん。これノーマルでも相当厳しいな。よし、防いだ。マジかよ。縦の方が当てやすかったな。オッケー。マジですか。ん？ジュースまれに外れがあるんだ。知らなかった。そうなんだ。まずいジュース買っちゃったってこと？一瞬すぐる。外れ引いたら回復しないだけ HP が。今表世界が1秒もなかったんだが。OK。は？
動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。